太平洋戦争の戦況は敗戦濃厚で、昭和19年から日本本土に対する空襲が始まり、20年には3月、東京大空襲を筆頭に、地方都市、軍事工業地帯への爆撃が激しさを増して、追い打ちをかけるように、広島、長崎の新型爆弾投下。B-29 東方より侵入、町の周りから焼夷弾の投下が始まり、続いて中心部へ。市街地人口3万人に対して10万発を投下した。市民への無差別爆撃であった。多くの市民は何もかも失い、玉音放送を聞くことさえできなかった。ポツダム宣言受諾決定後に、熊谷空襲は密度の高い焼夷弾を投下され、市街地の 74% が焦土化し、266名の尊い市民の命が奪われました。戦争が終わるほんの数時間前の出来事でした。アメリカではファイナルストローク、とどめの一撃と言われ、日本本土へ任務終了を飾るフィナーレだと言われています。なぜ熊谷が、1、中島飛行場の軍事関連会社、下請け工場があった。2、中小都市爆撃でダメージを与えるため。3、県庁所在地に間違われた。4、占領政策を行う関東北部都市の拠点にするため。などいろいろありますが、未だに疑問符がついたままです。終戦の翌年、焼け跡のバラックの中で私は生まれました。母はすでに亡くなり、これらは数々の資料をもとに作りました。戦火を体験された171人の方々から寄せられた一冊の本の中に、投稿された長島さんから話を聞くことができました。長島さんの背中に陽子を背負わせて、大学に逃げなってんで、でみんな弟たちも目で目を手つないで、みんな桜島のあっちに逃げなって言って、弥生町とかその遠く駅の方、駅の方、あの方はなんか明るくなった感じだけど、全然うちの近所は何でも何にもない、何もない。で逃げる時になって、桜町通りから逃げる時になって、後ろから焼夷弾が落ちてきたりしたんだから、上から焼夷弾ってパタンパタン押してくるんだから、そんなに激しいと思う。そう、それも直に押したのはあっち見ないけど、後ろのほら竹町とか鎌倉町の方から、向こうから駅の方から押してきたんだから、だから明るくなるって初めて、押したんだなって分かるけど、それでずっと向こうの方行って田んぼの中入って、それでかがんでたんです。かがんでたんだ。でもう熊谷の方真っ赤ですよ、みんな。それで夜がしらじら明けてきて、ぼつぼつ帰ってみようかなと思って。その時はもう音も何にも聞こえないで、聞こえないですね、飛行機の音も聞こえないで。私は家帰る時、帰る時ね、うん、親子でこういう背負ったまま死んでたりね、そうしていましたね。木の方を見たら、なんか一つの建物、大きい建物が一つ建ってるんだけど、それは何だか分かんないけど、それだけ。駅の方まで見渡せるぐらいに、そうそうそう、そう、ずっと。北側へ逃げた長島さんとは別に、反対の南側に逃げた藤野進さんから、偶然に話を聞くことができました。あ、行っちゃったわけですか。で、昔は桑畑だったから。だから、ほとんどね。民家がないから、爆撃も少なかったんですけど、だけど、時たま行くじれさとかのところがもう落ちたんですか。落ちたんよね、どうでしょう。
こにも集団の跡があるんですか。破片のね。はあ。藤野さんは星川近辺、戦前住江町と呼ばれた場所にお住まいです。星川は清渓園からの湧き水で5分と足をつけていられないほど綺麗な川でした。関城市さんがそこにありますよね。関城市、ここね。ああ、関城市さんね。はい、でここがずっとね、鎌倉町のところから今の現状のその中川店さんのところまではまっすぐに来てるんですよ、はいはい、でここからここへずっとこの入ってこういう状態で両畑がこ の要するに板塀だったんですよね。ああ、川の畑が、まあ、時ともこういう川の中へ、川の畑や降りられるようなところがいくつもこう、あって、で板塀だから、板塀が向いたからこうなっちゃったから、そこへ人が入ってるから蒸されちゃったり、やけどして、で窒息死の方もいるんだよね、やけどじゃなくてね。ああ、倒れてその中に入っちゃってるから。あ、それで気を感じて逃げて、それ最後に逃げて、やけどった方なんか結構いましたよね、戦後ね。もうほとんどこの周辺だと亡くなっちゃったもんね。毎年8月の終戦日の時期に行われています。周期ごとには図書館でも行われます。熊谷は江戸時代から中山道の宿場町として栄え、両側に商家民家が密集していました。戦災復興により市街地に入ると中山道は突然広くなります。遊国寺で寝泊まりしてたの、あの本堂で。本堂全部解放したんですよ。解放したの。そう。なんか役立された人がそこで、だから、ひと塊ずつこういうふうに自分の自由なところへ行って、そこで寝泊まりして、で、朝になるとその焼け跡行って、整理していろいろやったり、で、そこのところでね、なんかおむすびが出たんですよね。一人、この二つぐらいつぶ。それがどのくらい続いたか私も記憶にないけど。多くの雑誌、新聞に掲載されている写真。推測した本国一丁目に行ってみた。当時の被害を伝えるものはすでになかった。もう一つ残念なのが、計画予定が持ち上がった時、県内唯一の戦災指定都市でありながら建設誘致の声が上がらなかったこと。冥福を祈るため荒井達義さんが自主を投じて作ったが、後継者がなく当時の板碑も朽ちかけ、今は町の有志の方々の地道な活動でひっそりと残る。終戦日に訪れてみた。長崎原爆の平和記念像で有名な彫刻家北村聖母作、戦災慰霊の記念として昭和50年に建てられた。
戦火の翌年から有志の方々で始まり、その後星川保証会が結成されたが、ご高齢化で存続危機を迎え、今は新たな団体の協力で取り組みを続けています。当時の状況を伝えていく機会がだんだん減りつつあります。戦後67年とはそういう歳月でしょう。世界のどこかで紛争が今もあり、お隣の国との間に微妙な関係が激化し、憂慮すべき事態が起きています。歴史は繰り返す、この言葉が現実にならないためにも、戦争の悲惨さを若い世代に伝えていかなければなりません。